明日は77回目の原爆の日です。今日は昼頃までは雨が降っていましたが、今はすっかりと晴れて、かなり蒸し暑く感じます。平和記念式典が行われる平和公園では、現在リハーサルが行われていまして、慰霊碑の前には花を手向けて祈る人の姿が多く見られます。去年と一昨年は新型コロナウイルスの影響で規模を大幅に縮小して式典が行われましたが、今年は感染症にかかるさまざまな制限が緩和されたことから、座席数を例年の1割ほどだった去年よりも多い3割ほど、およそ3550席に増やしました。ただし、密集などを避けるため、出席できるのは招待された人や事前募集によって参加が決まっている人のみとなっています。また、明日の平和記念式典では、地元選出の岸田総理大臣が挨拶を行うほか、国連のグテーレス事務総長や、過去最多となった2015年を上回る101カ国の大使らが参列する予定です。今年はロシア軍によるウクライナ侵攻でたくさんの市民の命が奪われるという平和について改めて考えさせられる出来事がありました。そしてその軍事侵攻は今も続いています。77回目の原爆の日を迎える明日は、一人一人がそれぞれの場所で静かに祈りを捧げる一日になります。